えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。早く買いたいし。初回？あ、そうやった？そうです。今ワクチン打ってきてん。ああ、1回目。2回目。2回目。あ、そうです。どうでした？どうでしたって今言ってくれたから。痛いですよ。全然。これから痛なるっていうじゃん。なる一つになれへんって言うの。絶対覚えてんならへん。さすが。その思い込みの強さがね。どうも、バロンザーマスです。前回ですね、事務所の方、先日の大雨と突風でトイレだけ浸水したんですけども、ガレージの方もね、風でやられちゃったんですよね。まあ、それだけね、最近災害が激しいですから、皆さんもお気をつけください。たまたま私、車ですね、W124 は、ポジティブセンサー、POS ケーブルですね、の交換のために、工場に入ってまして、で、もう一台、130のクラウンの方はですね、下回り全部点検して問題なかったんですけど、ちょっと私でもね、目で見させてもらったら、リアのショックだけ少しオイル漏れっぽいにじみが出たんですよ。で、まあ、純正残すためにもですね、まあ、メカニックとね、いろいろ話し合った結果、まあ、とりあえず OEM パーツ入れようかと。で、まあ、純正残しときゃいいじゃないっていうので、めんどくさい逆やってるんですけど、交換していただくことにしました。で、リア2本だけ変えるとね、バランス悪くなるんで、4本とも変えます、新品で。で、4本保管しておくという流れでございますね。ですんで、ここに車が1台もなかったことが幸いして、本当にね、車怪我させなくてよかったなっていうね、不幸中の幸いっていうのは私、バロンザーマスの得意分野でございます。ただ、最初の不幸はいっぱい集まってくるんでね、もう神に見捨てられた男ですからね、まあ仕方がないとして。そしてそこをね、ここ無料で貸していただいてる方がおば様なんです。この人めっちゃおもろいですよ。いい人やし。で、何がいいってさっきの最初の話の下りおもろなかったですか？ね、ワクチン熱出んじゃないの痛くないって聞いたらおばちゃん並んで押し切る。で、実際その気迫でね、ならないんですよね、この人。僕のね、憧れの尊敬すべき師匠なんですよ。このね、もう、前向き、上向き、私向きみたいなね、もう前向きキングなんですね。前向きキングで、前向きキングなんです。もう王様、女性は失礼ね。王女様ですね。なんですよ。でね、ほっとけないかって手伝ってくれるんですけど、まあ、ほとんどね、こう、世間の愚痴とかをね、いっぱい嬉しそうに言うっていうのを僕はただ、うんって聞いてるだけなんですよね。でね、仕事の合間にもうダッシュで行きますって言ってから、次の現場のことも気にしてくれてね。意外とね、私の仕事、このおばちゃん把握してるんですよ。だから、何じゃよ、じゃあ、おばちゃんも手伝ってやろうということでね、持ちつ持たれて、草むしり担当で土地をただでお借りしております。で、この一個だけね、テントの梁が折れてしまってるのもあったんで、もうとりあえず取り除こうということにしています。後々、アルファロメオ155か130のクラムをここで一回保管してですね、部品を集めてる間は屋根の下でしまっておくってことになるんで、まあ、そのためにもですね、先ほどまずどかそうかっていうことで、どかし始めています。で、また話を戻しまして、このおば様に戻るんですけども、皆さんは血の繋がってないお母さん的な友達っています？僕この人友達やと思ってるんですよ。で、月にね、今コロナで自粛、おばちゃんの方からしてきてるんで、なんですけど、一緒にご飯食べに行く会があってね。で、たまには街に出ましょうなんつって、うなぎ食べたり、たまにはステーキおごれっていうステーキおごったりね。まあ高いのおごらされるんですけども、僕ね、すごくこの人が力もらうんですよ。僕が何度かね、会社でピンチを迎えたりとかした時にもですね、あんただったらやれるって、おばちゃん信じてるぞって、そういう時はね、こう胸を熱くさせるようなこと言ってくれるおばちゃんなんですけども、普段は悪口しか言ってないです。僕の悪口。本当にね、あんた車ばっかいじって、ってね、社員さんのためにお金稼いだって仕方ないやんみたいなね、そんなことも言ってきたりするんですけども、まあ仕事しながらね、もう忙しい中やってるんですけど、でもね、そのおばちゃんはうちのスタッフもね、何人も知っておりましてね。で、こう、僕がそもそもこの YouTube で登録者1万人になったら、まあ広告打たせていただいて、その費用は全部スタッフに渡しますっていうのもすでに決めてあるんですね。で、それは自分のものにしてしまったらね、YouTuber としてやっていけんじゃないっていう意見もたくさんいただいたんですけど、そうではなくて、僕どうやっても介護をね、持続したいんですよ。介護事業所をね。で、だけど、今年はね、やっぱりコロナの影響で仕事がめちゃめちゃやったんですよね。例えば濃厚接触者に僕らがなったっていう場合もあれば、まあそれ休みなんですよ。1週間とか。休業になるし。で、まあもちろん移すような仕事したらダメだし、で、重装備でやってるけど、ヘルパーだって家庭、子供もいるのもいっぱいいますからね。
そういう意味ではやっぱりある程度副業というか副産物としていろんなとこから稼がなあかんと思って、まあ、まずこの車がね去年あの何台も売ってですね、で結果それで賞与が払えたんですよ。で今年はさらにそれに YouTube がいろいろ、まあ、講師業とかもいろんなあの副業やってさ全部会社に入るようにしてるんで、みんなにそこはボーナスで払いましょう、ただ収入が減っても、まあ、ボーナスは変わらないよみたいなね、でそんな流れを考えてあの取り組んでいるので、おばちゃんそれをよく知ってるから、まあ、あんたうちでも雇いたいわみたいなそんなこと言ってくれるわけでございます、まあ、すごくとっても素敵なおばさまでね、パワーあふれる前向きキングあ姫ですね、姫様がいらっしゃると、でここを守ってくださっているというわけですね。で残念ながら一個取り除くとなんかもう丸見えやんってね、車が遠くの方が見えるんですよ。でだからねまた考えますけど、とりあえず一旦撤去いたしました。ザマシチャンネル、はい、まあというわけでね、ちょっと雑談みたいな YouTube で恐縮なんですけども、まあこんなことあったよっていうものの2号機としてですね、事務所に続いて、私のガレージもやられましたと。いや、やっぱね、よくね、政府の高官の人たちが、あの、自然災害に対して万全を期しますっていう言葉をよくお使いになるんですけど、僕あの言葉すごい嫌いなんですよ。そもそも人類って自然災害に対しては、ほぼ無力なんですよね。だ日々の努力、訓練の結果、そしてまあサボらない造成といったものでなんとかなるんですけども、結論から言うと万全を期するって防いでみせるっていう言い方なんですよね。防げないですってね、南海トラフ来た時に一体何人の命が奪われるのかっていう統計を取ってるのに、一方で政府の方がそういうことを言うんですよ。だったらね、じゃあ地面全部コンクリートにするのとかってなってくるけど、それは自然破壊、環境破壊の問題も起こっていく、費用の問題も起こる。だからやっぱり自然と向き合って、ね、なるべく犠牲を出さない方法を考えながらも、やっぱり日々の努力の方が大事だよっていうことをね、現実見ると私などは感じておる次第でございます。別にあの批判ではないですよ。まあ一人のしょうもない意見やと思って聞いておいてください。でね、僕はこのおばちゃんのおかげでね、何度となくね、不死鳥のように蘇りました。で、あの、僕が宮城のね、災害ボランティア隊を率いた時に結局6000万ぐらい借金しとったって話をね、してて覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、もう重機とかも全部取れて何にもないから、もう僕で用意しますって勝手にやってね、借金だらけになったんですよ。ほんなアホやったんですけど、このおばちゃん実はね、応援に来てるんですよ、半年後ぐらいに。ただね、おもろくてね、こう、ザーマスさん、応援おばちゃん行ったろかって言って、宮城まで来てくれんすか、じゃあ一回来てくださいよって。で飛行機の取り方がわからん言うてね、結局エア代を僕取られるというね、しかも空港まで迎えに来いみたいな。面白いでしょ。でね、一泊二日でね、僕も大阪帰るんで、あの、ね、指揮官級何人も育ってるんで、僕も仕事で戻るっていうんで、一緒に帰ろうっていうことで来ていただいたんですけども、本当に楽しかったですよ。その時はね、宮城の松島とかもね、案内して、だいぶ良くなった頃だったんですけどね。遊覧船が出始めた頃にね、ちょっと遊覧船におばちゃんも乗っけてですね、でサザエのつぼ焼き食べるおばちゃん磯臭いのいらん言われました。そしてこのおばちゃんのね、名言めちゃ面白いですよ。ここね、裏山全部、この彼女の山なんですよ。で、タケノコが出るんですけど、いや、この山崩れそうやっていうことでね、あの、市の方と話し合って、まあ、造成しようって話になったんですけど、中途半端で終わっちゃったんですよ。で、おばちゃんは、行政の人面白いこと言うんですよ。あんたら途中で止めたけど、おばちゃんで土石流に流されたら家ごと流れるから迎えに来てねって言うんです。でいや、こういう頼まれ方するとね、役所の人も腹は立たないじゃないですか。またそんなこと言うて、ってなるんですね。なんとかしなきゃ、みたいな。で、まあまだできてはいないんですけども、僕にはこう言ってましたよ。これでね、市役所の人が何もしてくれなかったら、おばちゃん土に帰るだけや言うてね。土に帰るだけ。お墓になると。だから僕もね、このお家のね、あの、防御壁作ったりとか、まあそういう、ね、立て付けが悪いよ。そういうとこは全部僕が大工仕事で、ね、屋根の上登ったりしてるのも、このおばちゃんのその一言でね、なんとかしてあげなきゃいけないと思わされちゃうんですよね、この人ね。本当にね、魅力のあるね、あの、笑顔が絶えない方で、本当はいっぱい苦労なさったんですよ。多分ね、一人でいっぱい泣いてきはったんです。だからこそですよね。明るいのは、人の痛みがわかるのはって僕は思っています。そういう意味でもね、このおばちゃんの息子代わりでね、まあ、ここを土地をタダで借りてですね、おばちゃんの、まあ、悪口を週1か2週に1回聞きながらですね、
このおばちゃんと共に年を取っていければと思って、もう15年一緒にいるかな。たまにはね、大喧嘩もするんですよ。混んでみたいなね。おばちゃんこそそんな石頭言うて、そういうこともあるんですけど、今は割といい距離でお互い熱くならん程度でね、はいはいみたいな、うまくやってね、共に年を取るっていうことをしております。まあこうやって皆さんもね、なんか心の底から尊敬できるとか喧嘩できるとかね、ただ攻撃するとか、ただ自分がみたいなんじゃなくて、相手を思う愛があればこそ怒る、そこが大事ですよね。感情的になるのでも、ただ怒ってんじゃなくて、相手を思えばこそ、悔しいからこそっていうのがね、おばちゃん伝わるんですよ。で、見てください、あのおばちゃんの立ち姿ね。めっちゃおもろいです。何持ってんのって、なんか、宇宙の電波拾ってんちゃうとか言いたいんだけど、それ言ったらまだ怒られるからね。なんか変なレーダー、握らされてる人みたいになって、ね、むっちゃウケる。まあ、言ったらあかんね。まあ、そんな感じでね、日々、介護の仕事をしながらですね、スタッフのためにも、ね、車をね、皆さんが満足いくような形でお売りしてですね、YouTube を当てていければと思っております。それでは今日はこれにて失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。